階層分析法は、意思決定における問題の分析において、人間の主観的判断とシステムアプローチとの両面からこれを決定する、問題解決型の意思決定手法を。ダーソップとも呼ばれる。ピッツバーグ大学のトーマス・エル・ソティが提唱した。階層分析法の主な工程として、階層構造の構築、位置対比較、ウェイトの計算、総合評価値の計算が挙げられる。 階層構造の構築では問題の要素を最終目標、評価基準、代替案の3階層に分ける。これによって明確に問題を捉えることができる。評価基準とは代替案を評価する際の基準となるものである。具体的には価格や大きさ、デザインが挙げられるだろう。代替案は最終目標を達成するために必要と思われる項目のことで 例えば問題がゲーム機の選定であれば各社のゲーム機が代替案の候補に上がることとなるであろう。1対比較は評価基準や代替案を全ての組み合わせにおいて比較することである。先の評価基準の例を用いると価格と大きさ、価格とデザイン、大きさとデザインを比較することとなる。実際の比較には9点法がよく用いられる。 ウェイトの計算は、先の位置対比較の結果をもとにして、ウェイトを算出する工程である。ウェイトとは、代替案の重要度を表すものである。ウェイトを求めるためには、固有値法や基化平均法など様々な種類の算出法が存在する。当然ながら、各算出法の結果を比較してみると微妙な誤差が生じる。総合評価値の算出では、 各代替案の最終的な総合評価値を求めて最も優れた代替案を選出する。現在ではダーソップはエイン P などへ拡張発展されつつある。概要例。ダーソップ階層3人の候補者の中から最も適した人物をリーダーに選ぶという問題。年齢、経験、学歴、カリスマ性を評価基準とするとき。 意思決定者の判断を分析した結果、リックが最も適したリーダーとして選ばれ、その後にトム、ハリーと続くことがわかる。ダーソップは複雑な状況での意思決定を行うための構造化法の一つである。この手法は正しい決定を下すために使われるというよりも、決定者自身にとっての必然性や理解を最もよく反映させた決定を導き出すための手法である。 ダーソップは1970年代にトーマス・エル・サーティによって創始された意思決定法で数学と心理学がベースになっている。すでに広範囲にわたり研究され、現在はかなり洗練されたバージョンになっている。ダーソップは包括的かつ合理的な意思決定のためのいくつもの枠組みを提供する。これから検討する問題を構造化する枠組み、 問題に含まれる要素を数量化する枠組み、それら要素の評価を互いに関連づける枠組み、そして代替案として設定される解決案を問題全体の中で評価する枠組みである。ダーソップは世界中で政治、ビジネス、産業、医療、教育など様々な分野の意思決定場面で利用されている。またこの手法を手軽に使うためのコンピュータソフトウェアが いくつかの企業から販売されている。ダーソップでは、まず自分たちの決定問題を、より具体的に会の問題の階層へと分割する。会に位置づけられた問題は、それぞれ独立に分析されることになる。階層を構成する要素は、意思決定問題のどのような側面と関連していても、良い。例えば、有形か無形か。 慎重に測定されたものか大雑把なものか十分理解されたものかそうでないものかなどに関係なく検討している意思決定に適用されうるものであればどんなものでも扱うことができる一旦階層が構築されればあとは決定者が要素を2つずつ取り上げながら比較していくことでシステマティックに各要素を評価していくことになるこの比較では決定者は要素について 具体的なデータを使うこともできるが、要素間の相対的な意味や重要性について判断していくことができる。このように、客観的な情報だけでなく、主観的な人間の判断をも評価に利用するところが、ダーソップの特徴と言える。ところでダーソップは、上記のようにして得られた評価を、問題全体の中で比較できるよう数量化する。実際、階層内の各要素に対して、 重要度あるいは優先度が具体的な数値として得られる。この際、同一基準では、測れないような要素についても合理的かつ一貫した方法を利用して比較していくことができる。これを可能にしたところも、ダーソップが他の意思決定法と差別化されるところである。最後に、拡大対案に対する優先度が具体的な数値として計算される。ここで得られる数値が、 はじめに設定した問題を解決するための代替案の代替案間での相対的な評価となる。この評価は問題の性質に合わせて解釈されることになる。冒頭の図はダーソップの最終段階で得られる階層図の簡単な例である。決定者が決めた数値をもとに計算された重要度が階層の各要素に記入されている。図からこの例はリーダーを選ぶという問題であり。 そのために4つの評価基準が用意されたことがわかる。そしてガーソップによる分析結果として、重要度が0.450のディックが最も望ましい候補者であると評価されたことが読み取れる。またそれだけでなく、ハリーの重要度が0.225であることから、ディックはハリーと比べリーダーとして2倍強く望まれていること、トムは彼らの中間的な存在であることもわかる。 さらに今回の分析において評価基準として経験が最も重視され、続いて年齢、カリスマ性、学歴であること、またそれらの各重要度は0.400、0.300、0.200、0.100であることがわかる。ダーソップは個人的な決定問題で大いに役立つが複雑な決定問題に取り組む集団意思決定場面で 大きな効果を発揮する。例えば利害関係がある場合、人間の認知や判断に頼らざるを得ない場合、さらにはその結果が長期にわたり影響を与える場合に大きな成果を上げている。また意思決定に必要とされる要因が比較も数量化も難しい場合や、専門性や用語あるいは立場の違いにより、集団内でのコミュニケーションが妨げられる場合などにも、 強い意思決定法である。ダーソップの活用場面として、次が挙げられる複雑な意思決定場面でのダーソップの活用例は何千件にも達しており、計画、資源配分、優先順位の設定、代替案間での選択など広範囲にわたり多くの成果が得られている。これらの他にも予測、総合的品質マネジメント、ビジネスプロセスリエンジニアリング、 禁止機能展開、バランススコアカードでの利用がある。一流企業での活用例も多く見られるが、セキュリティやプライバシーを理由に一般には公表されていない。文献で閲覧できる活用例としては、近いところでは以下がある。ダーソップは歴史的重要性から見た建造物評価といった特定状況下における具体的な作業手順の立案にも活用されている。 バージニアのハイウェイの状態を評価することを目的としたビデオ映像による最近のプロジェクトにも活用されている。このプロジェクトでは国会議員による予算決定に先立ちハイウェイ技術士たちがダーソップを活用して最適な事業範囲を決めている。ダーソップを使うのに専門性や学術的なスキルは必要ないが4年生大学の工学部やビジネススクールなど 多くの高等教育機関で重要な科目の一つとされている。ダーソップは品質の分野では特に重要な科目とされ、シックスシグマ、リームシックスシグマ、QFD と一緒に多くの専門コースで教えられている。中国では100近い大学がダーソップコースを持ち、多くの博士課程の学生が研究や論文の主題としてダーソップを選んでいる。 これまでに900以上の中国の問題に関する論文が出版されており、ほとんどがダーソップ関連の論文であるような中国語の学術雑誌も出版されている。またこの分野に関心を持つ研究者や実務家を対象としたダーソップの国際会議が2年ごとに開催されている。2007年に開催されたバルパライソでの大会では90を超える論文が アメリカ合衆国をはじめ、ドイツ、日本、チリ、マレーシア、ネパールなど19カ国から投稿された。内容も豊富で、下界に対する報酬水準の確立というものから、戦略的技術ロードマップの策定や荒廃した国々におけるインフラ再構築まで広範囲に渡っている。2001年から2007年までに、イサーハップで発表された論文のフルテキストは、 次から閲覧できる。で開催されることが決定している。ダーソップを使った集団意思決定会議で判断結果の入力に使われる装置後の節で改めて説明するがダーソップは問題を検討する過程で意思決定者による判断結果を数学的に統合していくことになる。この判断結果は数にして数百にもなることがある。この数学的統合は 手計算や電卓でもできるが、たくさんの判断結果を入力したり統合化したりするにはコンピュータを利用するのが一般的である。なおコンピュータを利用する場合でも、標準的な表計算用ソフトによる手軽な方法からカスタムソフトウェアを利用する方法まで様々ある。会議室を利用する場合などに便利な意思決定者たちの判断結果を収集する特殊な装置もある。 ダーソップの手順は次のように要約できる。まず意思決定したい問題を階層によりモデル化する。この階層には、一つの総合目標、それを達成するためのいくつかの代替案、そしてそれら代替案を評価するためのいくつかの評価基準が含まれる。階層に含まれる各要素について、要素間での優先度を確定する。この時要素間での一体比較が利用される。 例えば、不動産投資家たちが潜在的不動産を比較しながら、価格より、場所、タイミングより価格を重視したいと判断したと考えるとよい。2で得られた優先度を合成し、代替案の階層における統合的な優先度を算出する。先の例では、場所、価格、タイミングに関する投資家の判断結果を合成することで、各大替案の統合的な優先度として、 まとめることになる。3で得られた判断結果の整合性を検討する。ダーソップを活用した最終結論を得たことになる。以下これらの手順について、不死を改めながら詳しく説明する。階層分析法における第一段階は、検討する問題を階層を利用してモデル化することである。この段階で、意思決定者たちは問題を 大枠から細部へと検討していくことで問題の全体像を把握していき、それをダーソップの規定に従い複数の階層で表現することになる。このように階層を構築していくことで、検討している問題やその文脈、またそれらに関するお互いの考え方や感じ方についての理解を深めていくことになる。階層の定義階層とは、人、物事、考え方などを順位付けしたり、 組織化するためにレベル分けしたシステムである。このシステムでは一番上に要素が一つだけ配置され、その下に一つ以上の要素が連なっていく。階層の概念は直感的にも理解しやすいが、数学的に記述することもできる。階層図は通常はピラミッドのようになるが、一番上に要素が一つだけ配置されること以外、必ずしもピラミッドの形をしている必要はない。 企業の組織なども階層で表され、責任の所在、リーダーシップの遂行、コミュニケーションの促進のために利用されている。ものに関する階層としてよく知られているものにパソコンがある。一番上にパソコン本体があり、その下にモニター、キーボード、マウスが配置される。概念の世界においても複雑な実態を詳細に表現するために階層が使われる。 実際その実体をいくつかの成分に分解し、それらを順次階層に落とし込むことで構造化される。この時の階層数は我々の認識を反映していることになる。なおこれらの手続きにおいて、各要素を全体から理解するように心がける必要がある。同レベルの要素であれ、他のレベルの要素であれ、対象とする要素以外は一時的に無視することになる。このような方法により、 どんな複雑な実態でも包括的に理解していくことができる。この階層を解剖学を学ぶ医学生が使う場面で考えてみる。彼らは筋骨格系、循環器系、神経系などについて独立に学んでいきながら、それら全ての系とその主要な階層式を理解していく。優秀な学生であれば、細胞あるいは分子レベルに至るまでとことん分解していくであろう。 このようにして最後には、腸管図とかなりの細部を理解することになる。しかもそれだけでなく、全体から見た細部の関係性さえも理解していることになる。階層を使うことで、彼らは解剖学の包括的な理解に至ることがわかる。これと同じことが、我々が複雑な決定問題に取り組む時にも言える。すなわち、階層を使うことで、 大量の情報を統合しながら、その問題の本質を理解できる。情報を構造化しながら、全体として徐々に、問題の見通しを良くしていくことができる。ダーソップの階層、ダーソップ階層とは、意思決定問題を構造化によりモデル化したものである。この階層は、総合目標、それを達成するための選択肢あるいは、代替案のグループ、そしてこれら代替案を、 総合目標に関係づける因子あるいは評価基準のグループから構成される。評価基準は問題の性格により、解評価基準として下の方向に次々と分解していくことができる。ダーソップの活用例に関するほとんどの出版物にこの階層図とその解説が掲載されている。この文献でも簡単なものを紹介する。より複雑なダーソップ階層については、 書籍にまとめられたものがあるので、そちらを参照のこと。どのようなダーソップ改層も、検討中の問題の性格のほか、意思決定者たちの知識、判断、価値観、意見、必要性、希望などに依存して構築される。したがって、改層を構築していく過程で、有意義な議論、十分な調査、そして新たな発見がなければならない。 また改装を完成させた後であっても新たに考えた評価基準やはじめは重要とされなかった評価基準を追加することができる。同じことが代替案についても言え、追加、削除、あるいは変更しても差し支えない。ここでダーソップ改装についての理解を深めるために総合目標とそれを達成するための3つの代替案、さらに それら代替案を評価する4つの評価基準を含む意思決定問題について考えてみる。この階層は数のように一番上に総合目標、一番下に3つの代替案、そしてその中間に4つの評価基準を持つダイアグラムとして描かれる。このようなダイアグラムに描かれる一つ一つの箱は専門的にノードと呼ばれる。 またすぐ下の階層にある一つ以上の濃度と結びついている濃度をそれらの親濃度と呼び、反対に親濃度に結びついている濃度を子濃度と呼ぶ。例えば、これらの用語を下の図に適用すれば、総合目標は4つの評価基準の親であり、反対に4つの評価基準は総合目標の子であると言える。同様にして、各評価基準は3つの代替案の親になっていると言える。 この階層には、代替案は3つしかないが、下の図では対応する、親の下にいちいち描かれていることに注意すること。例。単純なダーソップ階層総合目標を達成するための3つの代替案と、代替案を評価する4つの評価基準がある。スペース省略するために、下の図のように、各代替案に1つずつ濃度を割り当て、 それらとそれらに適用する評価基準を複数の直線で結ぶ方法もある。見づらくならないように、さらに、これらの直線をいくつか省略したり、全く描かないこともできる。どのような図であれ、各大体案は、階層の中で、親濃度に結びつけられていることに注意が必要である。例。単純なダーソップ階層すぐ上の例を、同じ階層を表す。 総合目標を達成するための3つの代替案と代替案を評価する4つの評価基準がある。階層が完成したら、意思決定者たちは各濃度を1対比較により評価する。この評価は後で数値尺度に変換される。評価基準は総合目標に対する重要度について1対比較される。代替案は各評価基準について 先行度について一体比較される。これらの一体比較の結果が数学的に処理され、各濃度の優先度が計算されることになる。上述のリーダー選びについて考えるならば、意思決定者の重要な仕事は、リーダーを選ぶために用意した評価基準の重要度を決めることであり、各評価基準に関して、各候補者の重要度を決めることである。ダーソップは、 各大体案だけでなく、各評価基準にも意義あるかつ主観的な数値を割り振る。ダーソップを置いて、このようなことができる手法はないと言っても、過言ではない。そもそも、どの評価基準も候補者を比較するために有用な、尺度を装備していなかったことに注意したい。一体比較この節では、優先度について説明した後、それらを求める方法と、簡単な例を紹介する。 優先度の定義と解釈優先度とは、ダーソップ階層内の核濃度に結びつけられた数値のことである。それらは、組になっている濃度間での相対的な重要度を表している。優先度は、確率のように0から1の間の絶対値になるが、単位や次元といったものはない。例えば優先度0.200の濃度は、優先度0.100の濃度の2倍の重みを持ち、 優先度が0.020の濃度の10倍の重みを持つことになる。検討中の問題の性格により、この重みは重要性、先行性、可能性、または意思決定者が決める他の意思に関するものと解釈される。優先度はそのアーキテクチャにより、階層の中で配分されたものであり、それらの実態は、 階層を作る過程で、意思決定者により入力された情報により適宜解釈されるべきものである。なお、総合目標、評価基準、代替案の優先度は密接には関係してはいるが、それぞれ独立に考えることが必要である。総合目標の優先度は1.000と定義する。これより、代替案の優先度は常に1.000以下になる。 評価基準の優先度は一つのレベルだけからなる。場合はそれらの合計は1.000になるが、回評価基準を持つような場合は複雑になる。以下、具体例により説明する。例。該当のデフォルト優先度を持つ簡単なダーソップ、階層例において、同じレベルにある、総合目標、評価基準、代替案の優先度の和はどれも1.000で、ある。例にある優先度は、 評価基準や代替案の重要度が計算される前に設定されるものであり、同レベルにある優先度はすべて等しくなっている。これらの値は、階層のデフォルト優先度と呼ばれる。例えば階層にもし5番目の評価基準を追加されると、評価基準のデフォルト優先度は0.200になり、代替案が2つだけになれば、デフォルト優先度は0.500になる。 ここで二つの新しい概念を与える。これらは、階層内に二つ以上の評価基準のレベルがある場合、すなわち階評価基準がある場合に適用されるもので、ローカルな優先度とグローバルな優先度である。各評価基準の下に、いくつかの階評価基準がある次の例により説明する。例。ローカルなデフォルト優先度と、グローバルなデフォルト優先度を持つ。 少し複雑なダーソップ階層を分かりやすくするため、代替案は図から省略している。ある親濃ードに関して、姉妹関係にある子ノード関連の相対的な重要度がローカルな優先度である。評価基準の組にしろ、それらの下にある姉妹関係にある評価基準の各組にしろ、ローカルな優先度の総和は1.000になる。一方、 姉妹関係にあるこのードのローカルな核優先度と、それらの親ノードのグローバルな優先度を掛け合わせることで得られる優先度がグローバルな優先度である。同じレベルにあるすべての階評価基準のグローバルな優先度の総和は1.000になる。これらの規則は以下のように書ける階層において、このードのグローバルな優先度の総和は、それらの親ノードのグローバルな優先度に等しい。 組となるコノードのローカルな優先度の総和は1.000である。ここまでデフォルト優先度について説明してきた。ダーソップを進めていく過程で、意思決定者が各濃度の重要度を決めていくが、その時はこのデフォルト優先度を上書きしていくことになる。意思決定者は一対比較によりデフォルト優先度を上書きしていくことになる。未翻訳未翻訳ダーソップは今や、 オペレーションズリサーチや経営科学の大抵の教科書で取り上げられ、多くの大学で教えられている。また論拠を重んじる組織においても幅広く使われている。包括的合意は専門的に妥当性があり、実用的に有用性があるとき、それを批判する人はいない。1990年代初頭、ダーソップについて批評家たちと提案者たちの間の一連の 討論が学術雑誌マネージメントサイエンスやザ・ジャーナル・オブ・ザ・オペレーショナル・リサーチ・ソサイティに掲載された。これらの討論はダーソップに有利な方で落ち着いたようだ。しかし批判が完全に収まったわけではない。1997年に出版された論文でダーソップの一体比較で利用する口頭による尺度は構造的に不備がある可能性について検証された。 また同じ年に別の研究者によりダーソップモデルを適用することで本来付けられるはずのない順序を誘引してしまう可能性が指摘されている2006年にはすべての代替案を同じように評価する評価基準を後から追加すると元の代替案間での順序が変わってしまう可能性を指摘した論文が出版されているダーソップへの批判のほとんどが 順位逆転と呼ばれる現象に関するものである。これについては、不死を改めて説明する。評価基準あるいは代替案の属性による代替案の順位付けは、一般的な意味で、意思決定理論の一部である。確かに、意思決定のプロセスにおいて、後から新しい代替案が追加されたとしても、元からある代替案間で順位変動は起こらない。 すなわち順位逆転現象は起こらないということは、意思決定手法に必須の行為とも思える。しかしこの過程の妥当性はいささか疑わしいものがある。事実、一般的な意思決定場面において、新しい代替案を追加することで、元からある代替案間での順位変動が起こる場合がある。このような順位逆転現象は、頻繁に起こるわけではないが、この現象が起こる。 可能性は、意思決定問題に活用される手法の、あるいは様々な決定理論における十分に、論理的な範囲であり、潜在的な前提であると言える。2000年のアメリカ合衆国大統領選挙は、順位逆転現象を理解する上での恒例である。実際、ラルフ・ネーダーは、民主党、共和党いずれの候補者からも劣勢にあったことから、当初は、無関係な代替案だったと言える。 ところが彼が後に共和党より民主党に投票していた人たちからのたくさんの票を獲得したことで逆転現象が起こった。ネイダーが立候補していなければ、アルゴアが勝っていたことは誰もが認めるところであり、いわば当初無関係であった彼の存在が順位逆転現象を引き起こしたと説明できる。 1992年のジョージ・ブッシュの敗北にロスペローが与えた影響についても同様のことが言える。順位逆転現象への対処には二つの方向性がある。一つは評価基準が変わらないのであれば代替案が新しく追加されようとも元からある代替案間での順位逆転現象は絶対に起こるべきではないというもの。そしてもう一つが 妥当でない順位逆転現象がある一方で、起こるべくして起きる順位逆転現象もあることを認めるものである。ダーソップの最新バージョンでは、これらいずれの立場にも対応できるよう二つのモードが用意されている。どんな場合でも順位逆転現象を絶対に起こさないリリアルモードと場合によっては順位逆転現象を認めるディストリビューティブモードである。 ダーソップを活用するにあたりどちらのモードを取るかは、意思決定者の立場、あるいは検討する問題の性格により決めることになる。順位逆転現象と理想大体案については、学術雑誌オペレーションズリサーチで後半にわたり議論されている。またダーソップの現時点での標準的テキストとされる書籍では、ランクプリザベーションリバーサルという章にて扱われている。 なお校舎には、ダーソップの枠組みを超えて、一般によく知られる、順位逆転現象の例が掲載されている。コピー代替案あるいはそれに近い代替案を追加することにより起こる、順位逆転現象、決定ルールの非推移性により起こる逆転現象、幻とおびき寄せ代替案を追加することにより起こる、逆転現象、そして、公用関数における、 スイッチング現象による逆転現象である。ダーソップのディストリビューティブモードとイディアルモードについてもその書籍で紹介されている。ありがとうございます。